まあ時代は変わるんですけども、自分自身はじゃあ変わっているのかな、そして時代を変えているという、そんな意識はあるかなってことですよね。まあ昔は近所付き合いが盛んだったっていうのは私も体験しています。夕食などを作りすぎたらお隣さんにお裾分けとかをしてましたからね。で、裏のおじいちゃんの縁側ではいつも将棋などに集まる人の笑顔があったんですが、まあ子供の私でもそこに参加して一緒に将棋をしたり、そこでお菓子をもらったりしていました。まあでも最近は隣に住んでる人の素性がわからないことも増えたよねっていうふうに考える方もいると思うんですよ。でもそういうふうに思うんだったら、自分でね、こんにちはってお隣さんと関わり持てばいいんじゃないですか、近いんだから、ね、そういったことのつながり広がりが地域社会だと思うんですよ。昔はできていたけど今はできないってことはないですからね。うん。で、町内会の行事とかお祭りとか子ども会などね、地域の活動も、まあ、全国的に減っているらしいんですよ。もしね、それを寂しがるなら自分で町内会の役員でもやっていけばいいんじゃないかなと思います。この世の中を動かしているのは世間でも誰かでもなく、その世界のど真ん中にいる自分自身なんだと思うんですね。